三振エヴァンジェリスト前ちんこと吉木屋前田明やいビギーンイエイ。さあ今日も楽しい三振ライフうつづきサビラ、ね、そろそろ寒くなってきてね、本当にこのなんていうんですかね、三振の音色もやっぱり変わっていくんですよね。三振の、今日はですねこの吉木の良材というですねこの竿が、できましたのでご紹介しながら、三線のちょっとよもやま話ということでね、この音色はですね今15分張りっていうですね、969Hz という、音色をですね今地爪でやってるんですね。最近もう地爪にハマってますね。もう本当にあの気持ちなんか弾いててね心地いいんですよね。やっぱ地爪いいですね。この、響きももう全然こう地爪でもうかなり響くのでね、やっぱ高音域の、音色っていうのはこう地爪で弾くのもすごくおつなもんかなということでね、最近ちょっと地爪にハマっておりますが、結構ね地爪の今日はですね、メンテっていうんですかね、よくなんていうんですかねこのネイルアートなんかでねよくこうちょちょちょって爪をねこう削るっていうんですかこの、細かいねヤスリみたいのでこう削るんですけども、実はですねこの爪の削り方っていうのがです、ね、あるらしくてですね、このなんていうんですかねこのカーブをですねこのヤスリで磨きますよね、その時には一方向にこうやるということらしいです。こう結構なんてヤスリのこのギザギザをですね粉々してこうスライドさせる人もいるんですけど、これするとですね、どうやらなんかこの爪のなんかエナメルっていうんですかねこれがですね、なんか割れやすくなるらしいですね。ですからこの手入れはこの一方向同じ方向に向けてこっちからするとかですねまたこっちからするとかそういう感じでですね手入れするといいということで、伺ったので、はい、私もこのように手入れしたらですね本当になんかあいい感じにこう弾けてきてるかなというふうに思っています。はい、もし地爪にですね、興味があったらぜひともこういったメンテの仕方地爪のメンテの仕方をですね覚えて、チャッチャッチャってね綺麗にこの、やってみてくださいね。はい、ということで今日も皆さんのですね楽しい三振ライフが、また、ありますように。安心また野菜。